全日本球技戦バレーボールクラブカップ男子選手権大会第37回ウサントジャパンクラブカップの開会式を行います。選手入場。
頑張ります。奈良県杉球技会2年連続6回目の出場、岡山県ユナイテッド岡山、若年層問わず職種バラバラのとりあえず9人制バレーを極めた若い選手の集まりです。兵庫県シャドウ総部15年目のチームです。兵庫県ビクトリー、兵庫県ビクシを拠点にしているチームです。鳥取県エタカクラブ、チームワーク抜群のチームです。島根県大東クラブ、若手とベテランの融合、まだまだ発展途上。岡山県サーブを機に頂点を目指し頑張ります。広島県二日市クラブ、勝負にこだわりながらもバレーを楽しむことを忘れず日々活動しました。広島県球友会、みんなバレー大好き。山口県盛京クラブ、10年連続出場です。香川県香川クラブ、9人制に見せられてバレーの醍醐味は9人制です。香川県中南海峡クラブ、全員同じ場所の出身者でチームを構成しています。福島県丸行製菓クラブ、幅広い年齢層で構成されたクラブチームです。愛媛県松山クラブ、全員頑張りますけん。高知イーロッカーズ、見てください、還暦前スパイクを。福岡県福岡リバーズ、福岡リバーズと落ちます。勝って負わず、負けて腐らずの精神で頑張ります。福岡県福岡フェニックス、福岡県代表に弾みをベスト以上に出して頑張ります。佐賀県伊万里クラブ、佐賀県の伊万里市で活動しています。長崎県富永、アウェー経験で構成された元気がこれからの明るいチームです。熊本県富士球会、1978年に加速したバレーバカが集まる息の長いクラブチーム。大分県レッドクラブ、高い志を持ってプレーすることをチームの目標としています。長崎県湯崎紅葉クラブ、勢いがあるチームです。沖縄県沖縄銀行、ベテランと若手が入り混じり元気のあるチームです。優勝を目指して頑張ります。大阪府アンビーノ、勢いと爆発力とはどこにも負けないものがあります。大阪府テントウムシ、一生青春一生感動。Thank you.
ありがとうございました。元の位置にお直りください。ジャパンカップの返還を行います。前年度優勝チーム運輸会から日本クラブバレーボール連盟中川和夫会長にジャパンカップが返還されます。日本クラブバレーボール連盟中川和夫会長がご挨拶を申し上げます。
取り組み局をいただきました。兵庫県の百人学院など力強い募集を賜ります。多くの関係国に深く感謝の意を表し、ご挨拶をいたします。選手の皆さん、明日から頑張ってください。はい、
大会を支えてくださる関係者に心より御礼申し上げます。最後に本大会のご成功とクラブカップのさらなる発展を記念いたしましてご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
して平成29年度全日本10人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会第37回ビサントジャパンクラブカップの開会式を終了します。選手退場。